エルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、チェンソーダッシュが特徴の、ヒルビリー、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。ヒルビリー派初期から登場しているチェンソーを持ったキラーです。名前派、マックス、トンプソンジア、と呼ばれており、ちゃんとした名前派背景を読んでも出てきません。ちなみにヒルビリー派、田舎者、という意味が含まれています。あまりいい言葉ではないので、普段派言わない方がいい。モデル派、悪魔の生贄、のレザーフェイスなんです。カニバルが現在出ているので被ってるのはそのためなんですよね。さて、ヒルビリーの背景であるが、それをさらに匂わせる内容になっている。裕福な地主であるマックス、トンプソンとエブリン、トンプソン夫妻の間に生まれた息子派。望まれずこの世に生を受け、名前すらつけてもらえなかった。容姿がひどく歪んでいた彼派社会から断絶させられた。両親派彼の存在をとても恥じ、幽閉した上で壁の穴から食事を与えていた。少年が逃げ出した時、自分を育てる代わりに苦しめ続けた両親に言った復讐派凄惨なものだった。なすべきことを終えた後、少年派その農場で生活を始め、狂気的な暴力派逃げ出した動物たちに向けられた。少年派ついに足かせから解放され、トウモロコシ畑を走り回り、目に入ったもの派何でも追い詰めて殺戮した。コールドインド、ファーム派直ちに廃業させられ、分割されて売却されたが、家屋派誰も買い取ろうとしなかった。暑い夏の夜に響いていた音派、おそらくチェーンソーの音だったのだろう。親の虐待を受けて育った子供が歪んだという設定である。それにしても改めて読んでいると恐ろしい。それでは、この背景からどういった能力がついたのか見ていこう。ヒルビリーの能力派基本的である、移動速度派秒速 4.6 メートル、脅威範囲派32メートルで背が高い、チェンソージ派秒速 9.2 メートルとなっている。では、ヒルビリーの特殊能力を見ていこう。特殊能力派、ヒルビリー、を使ったダッシュ型だ。使い方派簡単で、チェンソーのゲージを貯めてダッシュするというもの。使いということもあり、オーバーヒートもする。ただしこのチェンソーがクセモノ。チェンソーダッシュ派、とても速いのだが旋回が難しい。そこまで曲がることもできないので大回りに曲がる。ただしダッシュの最後に放たれる一撃派、一発で瀕死状態にするため注意が必要。チェンソーの特徴としてオーバーヒートメーターがある、サバイバーとの距離を保ちながら、生かすことができたのだが、オーバーヒートするため、距離の近いサバイバー派短期決戦が求められる。ここまで話すと難しいようだが、高速移動ができるということ派、直線的な発電機を管理することができる、特に終盤になった時に、3、4機の発電機が固まっていると、身動きが取れなくなることが多いので気をつけたい能力だ。それでは、アドオンを見ていこう。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが。頂点マフラー。豚小屋のグローブ、の3つ。簡単に言うと、頂点マフラー、は、ここ願いのチェンソーを音を消すことができる。豚小屋のグローブ、は、オーバーヒートの遅延。チェンソーの能力をカバーするアドオンが多いです。今回紹介しなかった中には旋回能力アップや、パレット破壊後も動けるというのもあるので、気をつけましょう。ヒルビリーの固有パークについて解説していきます。不屈、光よりで出死者、ガラクタイジリ、の3種類、一つずつ確かめてみよう。不屈、は、スタン軽減パークです。特にヒルビリーの場合は、チェンソーを鳴らしながらサバイバーとチェイスすることが非常に多いため、板によるスタンを受ける可能性が多いです。
チェンソーダッシュしてて燃えたのあたり肩が悪いとスタンしますからね。そういった不安を少しでも減らす、またはスタンしたとしても復帰を早くするにはうってつけのパークです。ただし腹痛単体ではそこまで恩恵を受けにくい面もありますので、音量の怒りスピリットパークをつけて板を壊したりスタンした時に効果を発揮できるので、追い詰めれるように組み合わせていくといいかと思います。光よりで弟子者は、めまいし防止パークになります。そもそもライトも違いなければ発揮できないパークなため、あえてつけるというのがあまりないパークです。あえてつけるとすれば、マッチング時にライト持ちが1、2人いる時などにつけるくらいです。ですが、ライト避け派やり方次第ではあまり効果がないので、避け方を覚えた方がいいと思います。ガラクタいじり、は、索敵パークとなります。発電機が 70% まで完了するという条件がつきますが、サバイバーの居場所がわかるというだけでもかなり有利になります。また、ヒルビリーの場合はチェンソーダッシュで一気に間合いを詰めることができるので、音が鳴った瞬間ダッシュもかなりいいです。さらに効果として探知不可のステータスがつくため、心音が聞こえない状態で近づくことが可能です。あえてチェンソーで近づかないのもいいですね。チェンソー音は遠くから聞こえますから、他のキラーでも十分使い勝手の良いパークですので、機械で見つからないようにうまくサバイバーに近づきましょう。それでは、ヒルビリー戦のサバイバー側の対策に行きましょう。ヒルビリー戦で大事なのは、とにかくまっすぐにならないということ。そもそもチェンソーダッシュで一撃を狙うのは非常に難しいです。使いこなさないと早々当てることはできません。大事にしたいのは、チェンソーダッシュが見えるように視界を常に確保し、音がしたら逃げる準備をするということ。もちろん来ないのがわかれば問題ないのですが、音があまりに大きいと方向がわからなくなる時があります。なるべく視界に入れて移動を確認するようにしましょう。注意なのですが、板ぐるはかなり気をつけないと危ないです。アプデによってオーバーヒートをするようになったのですが、そもそも板ぐるしながらチェンソーで一撃を狙ってきます。上級者になればほぼ当ててくるので、下手なチェイスをすると危ないんですよね。時間が粘れないようであれば、板をしっかり落として様子を見るのがいいです。また次の逃げ場に行くときはなるべく壁などのオブジェクトで自分を守りながら動きましょう。あと救出についてですが、ヒルビリーの場合タイミングがすごく難しいと思います。そもそもダッシュで一直線に戻ってくることが多いので、ダッシュをして離れた瞬間が大事です。ダッシュをして離れて少し経った時だと戻ってくるので、救出したサバイバーが狙われるんですよね。下手したら自分がやられます。救出を本当に慎重にしないと危ないキラーなので、無理な救助は避けるのが脱出するための重要な手段になります。いかがでしたでしょうか。ヒルビリー初回手の連動がわかりやすいキラーです。そもそも簡単にハチェンソー当てれないんですよね。一撃持ちにもうダッシュで焦りますが、落ち着いて立ち回りましょう。キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番初買ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでもキラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。